お疲れ様です。今日はですね、バランス調整が効いたので、ちょっと新環境何が強いのってことでね、まあ、やっていくんですけど、まあ、調整内容はこのクララニュースにちょっと簡単にまとめてあるので、ぜひね、見てみてください。まあ、ロケコがもうだいぶいないね、もう息してません。そんなにかっていうね、はい、大好きだったんですけど、まあ、ちょっと強そうなのはね、やっぱテスラと、あとはナイトかな。でまあバランス調整でちょっと強化された工場バーバリアンプラス、まあ、生き残りのババの神器とかもまだまだ強さかなといったとこなんですけど、今日はこちらのコカちゃんやってみます。コカツね、久々ですよ。今季はちょっと期待できるんじゃないですか。まあ、ナイトテスラデッキはね、テスラがなんだっけ、攻撃速度だっけ、強化されましたので、はい、ちょっと強いマジアチオールブレイカーかな今回はね。はい、で、まあ、ナイトも限界突破したってことで、ナイトテスラデッキはね、ちょっと期待できる。今季。枯渇、ホグ、まあ、なんだ、なんでもあるけど。ちょっと嫌ね。普通にロキコ来たわ。いや、全然いないんですよ。ロキコマジでいない。減ったっす。減ったけど普通に来た。さあ、限界突破はしてんのかな？多分してると思うけど、ヤリゴブのね、さ、だいぶ特殊なホグデッキ、ウッドを持ってると言ったところで、どうやって攻めようかな。これでちょっと嫌がらせしよう。よいしょ。さ、テスラ間に合う。クエイクも持ってますからね。いや、ヤリゴブコウモリ、ロケコホグね。すげえ回転早いな。いやー、ちょっと嫌なロケコだけど、我慢も大事。いや、いた。我慢しすぎたか。さあ、テスラ。まあ、テスラ、嫌いなんでね、でも俺。置いとけばいいんですよ、テスラって。そう、だから、まあ、使いやすいっていう面で、みんなが使うよね。よいしょ、さあ、ボム。いや、すげえ高回転砲が当たったっすね。ちょっと嫌ですけど、テスラね、これ、クエイク当たんない位置あります。多分この辺だ。あー、えぐいの来た。えぐいの来たけど、このロキコね、もう弱っちです。今までのお前じゃないんだ。うお、これ今まで一発撃ってたんですけど、今撃たなかったっすね。さあ、で、気持ちエードのナイト。ウッド使う。ウッド使ったら、まあ、いっぱい行きたいよね。よいしょ。コウモリか。よしさ、いや、なんかロケット欲しい弱かったな。でさ、クエイク当たんないんでね、テスラ。これも強いよね、テスラって。で、まあ、それ撃っちゃう感じ。あー、それ嫌ですよね、撃たれんの。もったいな。あ、なんか分かんねえな。テスラをここに置いとけばいいことだけ分かるんですよ。で、まあ、クエイク打ってきてもね、さあ、ギャングもある。で、まあ、バレルもまた回るんで、結局ね、そのクエイクホグとかにもテスラコカツとかテスラクロスって勝てちゃうんですよね。そう、あ、この変な位置のテスラは許してください。ホグライダーがやっぱ通んないんでね。で、呪文削り対決になった時にどっちが強いのってなって、最終枯渇とかクロスが勝っていく、まあ、あるあるですね。よいしょ。さあ、ウッドを使う。そしたらこのプリンセスは不死身ですよね。よいしょ。あ、でもここで攻めウッドとか来るとちょっと怖いよねみたいな。あ、やべえ、来た。さあ、どうなん君。さあ、ちょっとダメージ入る。いや、結構入るか。さすがに結構入るか。正直舐めてる自分がいます。解放されたし。解放されたから。でもそんな入ってない。400ぐらい、意外と入ってる本なんか。それは300、400、今までと比べると。よいしょ、ちょっと怖い。うっ、いやーみたいな。ウッド使ったね。おんじんじんです。いや、でもなんかロケホン2、3発ぐらいだいぶ行かれて、今までだとねタワーなくなってたみたいな。
ああ、なくなるまではいかないけど、だいぶ全て失ってたけど、そんなダメージ受けてない気がする。さあ最強テスラ置いて、ロケットがいくらあるんだ、448か。さあロケウッドで終わり。まあ、ないと限界突破ねしたけどお前はいつもしてたけどみたいな感じですよね。よし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 、いやロケコがねちょっと脆いんだよね。そう、さあ普段使わないテスラが溜まっていく。まあなんか今ナイトがやっぱものすごい増えてる。で今まで通り強いババもいる。なんかそんな感じの環境になってる気がしてます。はい、ロケ砲はまあ弱いわけではないと思うんですけど、まあ今までが強すぎたんで弱く感じてしまうよね。錯覚です。さあ、おー、これなんか嫌ね。さあもうこれ逆サイから攻撃してくれるのがでかい。さあメガナイトオールブレイカー的な感じ。うっ、あーこれプリンセス生贄にキング起動できたかったな、やりたかったな、間に合わなかったな。さあこれ相手結構攻めたぞ、延命しちゃおうぜ。ナイト、いいね、だいぶコスト使わせられる。さあメガナイトオールブレイカーのちょっと高回転チックな方ね、ゴブコウモリ型ね。さあまあこれはキング起動してしまえばすごい楽に戦えますね。でもキング起動しないとまあどうなんだろう、全然言うてみたいなとこある。ザップがね怖いよね。さあロケット押し来た、あれ餌ですよね俺からしたら。マジあの子は感謝です。キング起動近畿すると、こっからもね守れるので、いかにキング起動できるか、まあ、全ての戦いです。はい、おいで引きこもる。テスラはねこれが強いのよね、引きこもるのがね。よいしょ、でナイトは移動時ダメージ80パカットなのでコウモリもかゆいだけ。さあでこれは前に飛ばしたりするとメガナイトで一気に行かれるんで、後ろに飛ばすとどっちかは入るよねの。さあ嫌がらせして、いやナイトも肘からちょっと硬えな。テスラが寄ったのはドンマイ、ウッドで全部しばきたい、拾いたい。ロキコの拡散で結局行かれるみたいなところ見えるんですけど、プリンたまたま残れん、プリンにゃーいて。さあまあテスラ置いてプリン貯める設定しとけばなんとか。おやばい、そいつ化け物いる。わなんかすごいルート辿ってるメガナイトは。うわロケット押し怖すぎるって。たまプリン言うて最強なんでね、ザップだけなんで。テスラも置いて、これ強いんですよねこの構え。まあプリンは延命してもいいけど、まあ、限界突破でないと硬いし延命しなくてもいい今回で。さあ無限に回る、なんか来るチャンスタイム、これメガナイトでドッスン嫌なんで裏に行きの拾いたいけどね、拾えるかな。よいしょ、さあこのテスラよマジこのテスラうぜえ、自分で置いててうぜえもん。あでもロケコがまあなんかちょっと怖いけど今までほどの厚みはないよね。よいしょ、鮮明できる。結局ね結局ねーみたいなの。いやでも難易度ちょっと硬くなったからさ、まあ、限界突破時ね防衛のなんか安心感があるよね。よし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 、いやそうなると間接的に俺の大好きなメガナイトがさちょっと嫌やん。マイティはマイティで嫌だったけど、ナイトはナイトで嫌だな、受けられるからね。まあでもちょっと強そうだね枯渇。いってらっしゃいプリン。テスラがねよくないよね、テスラ。
なんか前も一回強化されて強すぎて、じゃあ下放されてそんな使われなくなってみたいな。なんかちょっとの強化で化けんのよねこいつ。さあダックフリーハンターのゴブリンか、まあ、ちょっとレアだけど枯渇かな。枯渇じゃねえよどう見ても。それは俺で、あのロイ、めちゃめちゃロイジャイっぽい。よいしょ、ダックフリーハンターロイ。さあそんなん使っていいん。まあダックフリー持ってるんでギャング飛ばすというよりかはね、バレル飛ばしたいよね。まあ、ハンターで一応完封されちゃうんで手前とかでちょっとずらしていこうや。さあゴブリンね、あのこれテスラ置いとけば全て止まるよね。てかもう置かなくてもよかったか。まだまあでもちょっと置いときたいこのテスラの圧。さあもう削っていくやん。まあ次このナイト強いしね、守れるんじゃね。ダックリ型ねちょっと珍しいよな。よいしょ、ハンター内側に行ってもらってテスラにね、はい。いや強え。テスラ強えんだよな。またテスラ地獄環境始まるぞこれ。これ突進も受けないんじゃない、最初歩いてるし。ああ普通に受けるやん。お、まあバレー飛ばしてめっちゃ手前に投げる人やん俺。 LSP 強い。トリトンが竹取ってからの方がなんか守れる気がする。いいね。さあこれも結局相手がウッド持っててなんかトントンみたいなのが最近当たり前なんでね、ウッド持ってても勝てるみたいな。昔はねウッド持たれてるだけできついみたいな感じでしたけど、最近はねウッド程度じゃ止まんねえのよね。お、さあでテスラで止める。ハンターだけね、ハンターだけ怖い。いやーこれは突破されるんですか僕。テスラ置いてるけどゴブリン回ってないかな。回ってました、おめでとう。よし。いやマジでテスラ自分で使って嫌だもんな。だいぶなんかな。お、よいしょ、置いとこうや。いや悪夢の無限テスラです、これやばいな。でまた手前。あごめんなさい、うっ、まあ何でもある相手。さあちょっとだけ嫌よの顔してるけどポチッとな。まあ攻めてるし、攻めてるし大丈夫やろって思ってるけどそんなことないかな。さあめっちゃバレル警戒してる相手。ちなみにでも次強いでそれ、まあ、6打っちゃおうぜ。もそんな守ってこようとするならよ。さてバレルも打ってテスラ置いてナイトで構えてアウト攻め使ったらさもうこれね終わりです。終わりです、テスラがあります。おい、いやテスラ強いんですよ、火力がどう考えても強すぎて下放されたんですよね。下放されたんですけどまた強化が来たらそれは強すぎるね。何回同じことを繰り返すんですか運営さん。テスラは強くしちゃいけないんですよ本当に。クラロワユーザーの9割が嫌いなクロスが増えちゃうんですよ。偏見。嫌いならあれ絶対みんな使ってるやつ以外タイクロスはね、まだもうテスラで守れるようになるし、まあ、クロスには枯渇はねロケがあるんでね、まあ、やりすけどね先置き。さあボゴラルビドラは、まあ、バルーンかスケラかどっちかって感じかな。いやーちょっと待って、ウッド裂いちゃった。
リーズ基礎。いやでもそれは嘘、やりすぎ。左プリンまで行きます。あーでギャングアルンやばすぎだ。さあちょっと珍しいスケラフリーズにギャング入り。まあでも相手のデッキちょっと重いので序盤多少のダメージはこっちが受けながらも攻めていきたい、ペース握っていきたいよね。もうギャング行きたいもん、5コスだけど。まあでも冷静にね、ちょっとエリアドも取られてるかもなみたいな思いながら、まあトントンぐらいでしょ。一旦待ってね、テスラあるしね、端前テスラ置いてギャングでスケラ守っておけば勝てそう。おー、スケキンよいしょ。まあナイトでいくか。おー、さあすごい来るね。まあこれはテスラ強すぎ。トルネケイカー置いたけど置かなくてもよかったか。さてはよしよし、攻めトルネがね、フリーズもあるけど、さあ全てを警戒してユニット配置して、トルネ使った。このさ不死身ないとちょっと強そうじゃない。これこれこれ、80パーカット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 です。そうそうそう、いやいや削りすぎじゃない、別にそっちどうでもよかったんだよ。で攻めてあげなきゃ。いやーいい受けですねそれ。ボーラーの石だけ入らないでほしいな。入ってない。いやーこれ強いよなテスラで。さあもうこれはテスラとなんか頑張れそう。おい重すぎテスラ残ってたらもう攻めちゃえばいいんでね。ミリ残りだけでもだいぶユニット溶かしてくれるんでね。最後ははい、相手が攻めてきたタイミングで攻めて勝ちと。いやナイトもちょっといいな。なんかこの程よいね、眠そうだけど地味に頑張ってる。さあぽい、ナイトやばいな。いやー高回転ちょっと強そうだな。あよくありますよ。まあ重量級で強いのだと何なんだろうね今季は。まあ、前シーズンから強いラバもちょっと強そうですし、ゴブジェイ強化されたけどどうだろうね。ゴブジェイってないと嫌じゃないですか。そんなことないんかな。さあこれテスラ残ってるからプリンでユニット出させて、さあ節約のキング起動して、いやーいい流れですね。打っちゃうか。さあこの相手のデッキはまだなんでしょうね、ヤナアメホグちょっとレアですけど、まあヤナアメホグだったらこれテスラで一生通らないんでダメージね。はい、もうテスラ置いて足前プリンとバレルで削って、ロケットで打って削って引きこもって勝ちです。まあ枯渇はそれができるんでね、そのロケ削りというものがあるんで。よいしょ、テスラ引きこもりロケ削りですよね。はい強い、はい強いテスラね。さあナイト来た、限界突破。ガイト回るの早いのかな。さあこんにちは。エレキがでもやだな、ダメージカットするとはいえなんかビリビリするじゃん。でゴーストもいるんで、まあ、おおペッカ、ペッカオグね。まあペッカにはさすがにそんな有利じゃないか、仕方ないよな。でもそんなん関係なく、あと延命もしてあげたいねこれ。よいしょ、あーテスラ延命してあげた方がよかったかもだけど、はい行きまして、限界突破ロケコ。あんたでも下放されたんだよ、現実を見るんだね。うっごめんなさい。いやでもやっぱ脆い脆い。いやでも右タワー入ってるけど
前ほどのあれでもないです。裏にしとこうよ。いやー、両サイ攻めようぜ、両サイ。このテスラがね、強いのよね。どう考えても。どう考えても強いのよね。ナイトに行ってくれそう。いやー、ナイトこれ、ヒトリやばいね。で、80% カットしよう。ずっとだけ取ってる、これ。ずっとだけ取ってる、6圏内。おい、しかもロケコ一発ちょっかい出してくれるね。え、地味にいいんですよね。ぶっ壊れな感じしないんですけどね。わかんない、もしかしたらぶっ壊れなのかもしれないよね。陰で活躍していくね。ナイト自体の勝率はものすごい増えてます。多すぎる。テスラも多すぎる。だって初手置けばいいもん、この辺に。どこでもいいよ。この真ん中の列に次端前でもいい、立てとけばいい。はい。お、LSP ロイかな。お、ロイっぽい。タル使ってくれた。え、めっちゃ攻めようかな。はい。いや、しかないとかぶった。お、ボム。スケラかな。やりゴム残ったら残れないけど、まあまあ。いやー、すごいスケラっぽいけど。けどね。おう。ロケで怖え、今のロケちょっと外れそうだった。てかロケ、えっ、バルーンにポイタルなんだけど、恐怖だな。さあ、まあでもテスラもあるし、ポイタルとあとね、プリンセスの処理できないしね、ゴブリンバレルも刺さっちゃうから、めっちゃつらそうだけど、よいしょ。これはゴブリンバレルはみ出します。空振りを一体、はいはい。はい、枯渇使うときね、もう僕毎回言ってますけど、ウッド相手には手前か奥かに1個ずらす。タルババ相手だと右か左か1個ずらすと超強いです。これ D が来たら終わります。来なかったんで生きてます。アイスピもいらなかったかな。お、安定ナイト。まあバルーンディガーね、まあ、ポイズンなのがでかいよね。さあ今度は外側だけど目はどうかな。あなたの、あなたの目を確認していきます。なるほどね。でこれでもナイト削れないのちょっとやだな。だからもう止まってもらおうや。これ待って、ナイトが動いてる時だと、歩いてる時だとね、ダメージ入らないもんね、今の。あ、これや。80% カット。カトゥーン。まあでも止まってしまえば、いやでもちょっと硬いね。ちょっとだけ怖いよね。ヒヤヒヤするね。ちょっとだけね。テスラ置くか、ちゃっちゃ。まあバルーン来たらでいいか。さあ、定位置にしたらさすがに普通に行かれるかな。マスケに対してナイト強いから、これで良さそう。いやー、いいね。これいいね。まあ、これテスラも何でもあるから、さすがに攻めて、回んない。いやー、ゴブリン。ナイトが普通にタワーを殴るまでいけそう。さあ、回転も早い。気づいたらロケ圏内。いや、気づいたら勝ってるな。ナイトテスラね、鉄壁時代が来ますよ。攻撃通すのが難しい時代です、これからは。いや、もうしょっぱなからさ、ヤンキー全面テスラあるし。テスラあるもん。テスラあれば大抵守れます。はい。だから、やりすぎちゃったんですけど、ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌ですよね。ちょっと嫌です。さあ、新鋭大ローフか。まあ、でも、テスラあるしな。そんぐらい、テスラに信頼を置いてます。はい。こいつ置いておけば大抵溜まる。まあ、嫌なのはホバリング砲とかかな。あ、ムキムキスタンプ来た。まあ、でも。ああ、まだ、勝ったと勘違いいい2期やな。
新エタロフグはね、まあ一応枯渇に相性いいと言われてるんですけど、まあ相性なんてひっくり返るのがクラララですから。よいしょ。さあヤナアメ5もね、まず相手の呪文を知るとこから。でタルババも持ってた気がするな。あれ持ってなかったっけ。いや転がってきたな、ババいたもんな。さあヤファイボタルね。いやまあどう見ても苦しいみたいな思うかもしんないんですけど、まあ全然そんなこともなく、テスラを置いとけばね。これタルのサイクル、あーちょっと嫌だな。こそないねあんた。もろもないんですけど。よいしょ。さあさあさあ勝手にダメージ入る。しかもこれ歩いてるときホバリングのダメージ 80% カットです。やっぱうざそう、めっちゃうざそう。 80% カットです。今 80% カットです。 80% カット通ってます。これザッピーぐらい出るよギリギリで。でもそしたら降りかコストがなくてゴーブリンが入るんですよね。ありゃまはい、グッドゲームですね。まあロイグとか固めてきたらロケでもいいし、まあ別に何でもいいんですけど。よいしょ。まあ負け筋は限界突破ババか。限界突破してんのかな。でも相手のあれそれが怪しいっすよね。さあまあプリンとか出してユニットの配置大事っすね。真ん中ホバとかも来るよね。まあでもこれテスラあるしクララってテスラ置いたら勝てるんですよ今の環境は。多分新環境はね。よいしょ。さあ残ってんのすげえ嫌ですよね。まあでもテスラがあれテスラさあテスラやばすぎ一生テスラ置いてる。いやーマジでもうこんな簡単止まりますからね結局ね。さあグッドゲームでございます。さあというわけでテスラ枯渇ね、ボンティもすごい強そうです。皆さんもぜひやってみてください。お疲れ様でした。またね。